散できんじゃん。スルーの屋上の癒しはあなたに。ハッスルハッスル。収納スペース。さあ。さあ。サスケ。サスケ？うん。あれ？アスレチック的な。うん。急に。すごい。どこ見せ回る？お母さんが落ちた！落ちた！落ちたー！ここでお母さんが脱落。いやー残り9じゃん。長年買い物に来てたんですけどねこれ落ちちゃいましたか。息子さんが、いや悔しい。息子さんが今ゴールしました。決勝進出。デデン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 ハーッ。やばい。嬉しい。信号機国の中にさあ見つけた。お母さん早く行こうよ。待ってやつや赤信号だ。そういうお母さんたたくさんでしょ、うん、さあし信号が見つかんだよな。俺ちょっとすごいけどあった。見つかったよ俺。見つかった？うん。せこいんだったら困る。すごいせこいわけじゃないよ俺の。多分すごいですよ。教育ね。おいザラ福屋。ああ。あでもこれちょっと覗きたいし。これつけたら何でも行けちゃう。一応行ってみる。地味な休憩所。いやダメだなそれは。それはアウトだな。まあ、地味ななんちゃらってつけるかな。習得物預かり所。欲しいメンバーインフォメーションとか言わない。いや、習得物預かりちゃう。どういうことだよ。あ、分かった俺、さザラじゃねえよ、俺サビ缶だわ。サビ缶。うん、サビ缶の方が必要だよ。習得物預かりちゃう。え、サビ缶でいいじゃん。習得物預かりちゃう。習得物預かりちゃうってなんだよ。落とし物拾ってサビ缶でいいじゃん。習得物預かり所ないの。もっとさ専門店サイドで考えるかいけなかったんじゃないの。量販店サイドにするかとか下着売り場とかで分かったんじゃない。いいよもう。俺背を考える次は。そう。もう過去は見て過去はねもう見てないのか。見ないしか見てない。だってすせはいはい。スポーツオーソリティ欲しい。前がチラッと見るからちょっと助かる。ないと思う。困った時にありがたい。セイムス入っけねえよ。入ってたらいいなってやつ、違ったっけ。趣旨なんだっけそこそこ。え入っていることがねえだろセイムスなんて。おいだでっかいショッピングセンターだぞ。だってセイムスあるかもしんねえだろうな。セイムスはセイムスカンパニーだからねえよ。まさかの中古屋が入ってきたよ。ショッピングセンターなのに入れてみた。
前がさっき言ったセリアで良かったかもね、っていう考えでね。ちなみに俺はセントラルだった、スポーツクラブだった。そう、今もし考えることによってテンションが落ちているかしら。たたたたた頑張って立て直した。バッカだな、お前第三者目線から見てもバッカだこいつ。本当だよ。何がタタタタタ、いやいや、つまんないよ、みんな。道歩いてその間に隣にそんなこと言ってんやつだ、お前頭ぶっ叩くけって言うんだ。はい、そう、あ、ソフトバンク、さっき言ったのこれ。あ、なるほどね。まああってもおかしくはないけどね、でっかいところになると。